はい、どうも皆さん、こんばんは、よしばねです。今回ですね、ブレイブカダルケン。あのね、強いかどうかはわからんのだけどってなんか、普段使わない言葉使ったわ。楽しい。やばい。もうね、快感を感じずには得られない。それがブレイブカダルケンですね。行きましょう。多分ね、ブレイブカダルケンが連続斬りできまくるっていうのにね、一回で気づく人多分ね、ほとんどいないと思う。ほとんどつっても、いやもう半分ぐらい割とマジで気づかねえんじゃねえかなって思った。はい。で、まずは貯めるんですが、まあ、おなじみ、飛びかかりだね。で、これもおなじみ、回転切り。まあ、止まってる時には回転切りでいいんじゃないかな。で、動き始めたら攻撃を受けつつね、飛びかかりで攻撃を受けたりすることもできるじゃん。距離取ったりさ、だこういうとこでこう飛びかかりで貯めていくみたいな。今当たってないな。今当たってなかったけど、そういうのでもいいかもしれんな。はい。もう、尻尾やめてやん、クック。なんでそんな尻尾使え、お前先生と呼ばれてた、お前どこ行っちまったんだよ。で、新技。はい。はい。はい。まあ、これが新技ですね。まあ、どんな技からもいけるんだけど、はい。はい、これ横にもいけます。さらには、待て待て待て、さらには、縦にもいける。もう、だからもうどこまでもいける、どこまでも。本当に。ほら。どこまでもいける、どこまでも。もう人間みたいでしょ？人間やっぱどこまでもいけるから結局行こうとすれば。だからそういうことだよね。ほら、ほら、もうどこまでも。やっぱ人間、を表してるんだよね。多分カプコンさんはそのブレイブカダルケンにはそのなんだろう、人間はどこまでもいけるんだぞっていうなんかそういうなんか意志、そういうなんだろう、そういう気持ちを込めて作ったんじゃないかなと、うん、僕は勝手に考えてますね。でさらにもう一個あって、このどこまでもいける技からの派生でこれ新回転切りって技があるんだけど、これまあこれが一番モーション値高いんじゃないかな。はい。で連続攻撃じゃねえじゃんって思うかもしれないんだけど、なんで俺が連続攻撃って言ってるかっていうと、まあ、とりあえず分かりやすくね、見ていただくために罠を仕掛けましょう。さあ来たよ。いや、ちょっと止まるんかい。はいはい。まあなんでかというと、まあ、こういうことよね。こういうこと。これね、これやった後からもう普通に攻撃発生できるんで、はい。で、さらには、バックステップした瞬間からも攻撃できるから、普通に距離を詰めたい時とかだけに使ってもいいし、だからどこまでもいけるんだよな、結局。結局、結論から言うとどこまでもいけるっていう、そういうなんかあれなんだよね、結局。はい、はい、はい、はい。まあ、ちょっと下手くそでね、あんまこう、あれなんだけど、上手い人が使うとこれね、もう本当にどこまでも、どこまでもいけるしか言ってねえけど、本当にどこまでもいけると思う。やっぱ脳頭継続からの飛びかかりも結構便利だよな。普通に便利。はい、たまりました。はいはいはい。でこっから、はい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 。あー、ちょっとミスった、ミスった、ミスった。おいしょい。ほらもうこう距離取られてもこうやって追いかけ、ちょっと木が立ちはだかる。ヤシの木、ヤシの木じゃねえのこれ。ヤシの木ではないか。はい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 。どうこれ、これ楽しいんだよ。これ、連続でこう、連続でもうカメラワークにも、ほら、カメラワークにも、どんどん入ってきる、ほら。どんどん入ってきるから、こうやって、ほらほらほら、もう、俺が主役よ。ヤンクックの死体が主役じゃない。俺が主役よ。っていう、そういう、やつ。そういうやつ。本当に、これ楽しいから、やってみてほしい。はい、ということで、今回はね、ブレイブカダルケンの、楽しさを、共有できたらいいかなっていう、そういう、動画でした。さよなら。